失礼いたしました。こんな私としたことが、まあいつの間にこんなところまで。お話に夢中で気づいておりませんでした。こんなに歩き回ってしまうなんて。みんなに心配をかけないよう控えなければならないのに。ですからいかがでしょうか。明日からこのメニューを基準に組むというのは。まあ今に感謝しなければ。このところは特に調子が良くて、体の熱で動けなくなることもありませんし。そうだ、あの時も今もトレーナーさんはいつだって不思議。なんだか胸が温かい。トレーナーさんは本当に私を。いいえ、何でもありません。ただ今日は楽しかったなと考えておりました。まああまりからかわないでください。ですが、ええ、今日は本当に充実した一日でした。思いがけず知らない自分を知ることができましたし。秘密です。もう日も落ちますね。本物の幽霊に会ってしまう前に、私たちは帰路につくことにいたしましょうか。トレーナーさん、本日は急なお誘いにお付き合いくださってありがとうございました。